で、今日はですね、ご登壇いただくのは、ロフトワーク代表の林さんです。はい、大丈夫ですよ、はい、そんな感じでやってまいりますよ。はい、はい、なんで、いつもの流れでいくといつもね、飲みながらやっちゃうんで、IFFT さんでも小江戸ビールさんに協賛いただきながらやってますので、はじめ乾杯から入りましょうかね。皆さんも持っていただいて、もう最終日、もう夕方も指名モードなんで酔っ払って帰りましょう。では今日は楽しくお願いします。乾杯。はい、どうですか、美味しい？美味しい、美味しいですよね。もうこういうの最高。はい、今日はね、さっき会場からもこんな話聞きたいなっていう話がありましたので、僕それに沿いながらちょっと質問を重ねていきたいと思うんですけれども、まずはですね、今日ゲストのロフトワーク代表の林さんにですね、ちょっと簡単に自己紹介、私こんな仕事、こんな専門分野で頑張ってるのよみたいなお話をいただきながら、ちょいちょい僕合いの手代わりに質問させていただこうと思いますので、まずはバトンの方をお預けしてもよろしいですか？はい、はい、よろしくお願いします。はい、改めて私今日初めてのことがあって、それは初めて眼鏡をかけて公演し、人生で初めて、お初なんです、はい、でいいですね。ちょっとどうしようかなと思ってたんですけど、似合ってますよ。本当、うん、なんか眼鏡かけた方がみんなと目が合うなと思って、やっぱり眼鏡かけることにした、うん、はい、ということで、改めて、ね、まず見えるのかな、みんな見えます？見えるか。最初顔に入って化粧品作ってたんですけど、まあ、端的に言うと化粧品じゃストレスに負ける化粧品は作れないっていうことになって、うん、で、もっと物じゃなくて、うん、それをこうなんていう、働くっていう意味を考える気持ちの方から作らなきゃいけないっていうふうに、うん、要はストレスを感じて化粧品つけても、うん、ストレスがなくなるわけじゃないんだよね。だからストレスを感じなくなる、あるいはストレス自体をなくすっていう考え方から作んなきゃいけないと思って、それはそれを勉強できるのはどこだろうと思ったら、コミュニケーションだっていうことで、大学院に行って、はい、で共同通信に入って、うん、ジャーナリズムっていうことで、こう物じゃなくてことを作る仕事を始めたんですよ、うん、お関係ないけど、ひだくまのスタッフが聞きに来てる。ブース離れて大丈夫かな。ブース離れてるんだな。まあ、ちなみにひだくまって、ひだの森はくまは踊るっていうのはすぐそこに出展してるので後で見てください、はい、でまあ、それはさておき、うん、で、そういうふうに物じゃなくてことをね作ろうと思って会社に入ったんですけど、うん、はい、上司から、うん、まあ、向いてないよと。でもまあ一応どうしても朝日新聞に行きたいので、うん、手伝ってくださいって言って上司にも直してもらって、うん、朝日新聞に、うん、中途採用の手紙を送るんですけど、はい、落ちちゃうんですよ。あらら。で、その当時友達から会社作ろうよ、うん、楽しいよって言われてて、うん、じゃあ朝日新聞落ちたらねなんて言ってたら本当に落ちちゃったので、うん、じゃあ仕方ない作るかって言って、うん、なんとなく作ったのがロフトワーク。すごいですね。本当になんとなくでしたね。今そうなんですよ、うん、でそういうなんとなく作った会社が今19年、来年2020年2月に20周年を迎えるっていう、すごい、うん、すごい嬉しいんですけど、おめでとうございます。ありがとうございます、うん、で、まあ、その過程で、2012年にはものづくりのカフェのファブカフェっていうものを作ったり、うん、2015年には林業で改めて、まあ、今日 IFFT にも呼んでもらったっていうのがあるんですけど、うん、まあ、これが簡単な自己紹介です。もともとロフトワークをやろうってなったのは、うん、ご縁的にはまあそういうね、うん、きっかけがあったのかもしれないですけども、うんうん、どんな会社にしようみたいな感じで立ち上げられたんですか？うん、
ペイっていう、はい、日本だとうまくいかなかったのであれなんですけど、うん、楽天の、うんうん、違うな、ヤフーの、うん、要はオークションサービスですね、はい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 、でヤフオクとか、うん、すごく人気があって、うん、で今もあると思うんですけど、そのオークションって売る人も売れてハッピーだけど、うんうん、買う人もこんなものめったに手に入らないみたいな感じでハッピーだし、うん、で、それを司ってるヤフーとか楽天もハッピー、うんうん、要は3社本当にハッピーじゃない、うん、でじゃあそれが物じゃなくって、うん、人の才能だったらどうなるんだろうと思って、うん、作ったのがロフトワークなんです実は、うん、だから、うん、人の生き方とか人の才能に注目をしている会社だったの、うん、最初から。なるほどね、うん、でクリエイティブの人間を流通させたい、うんうんうん、人の才能っていうのは大きくはそのクリエイティブ、うん、クリエイターみたいになってくるんですか。クリエイター、あー、うん、でも当時ね、うん、そういう起業されたタイミングで、うん、同じような構想というか事業ってあったんですか。似たようなクリエイターの登録サイト、うん、要はデザイナーとかっていうのは、うん、3つ4つあったと思います。あ、本当ですか、うん、僕あんまり記憶いないですね、うん、だけど、うん、それはね、例えば登録するときに審査があったりしたの、うん、でそれはロフトワークでもすっごいよく言われたんだけど、うん、みんな登録している人誰でもクリエイターって呼んでいたので、うんうん、御社は信用できないと、うん、審査しないんですかって最初の頃は言われたんですよ、うんうん、だけどそれがクリエイティブのすごく素敵なところでもあるんだけど、うん、ランク付けってクリエイティブってできないですよね、うんうんうん、難しい、うん、難しい、うん、つまり、もちろん私はレベルアップをしていきたいと、クリエイティブに関わる人間はみんなレベルアップはしたいと思ってるけど、うん、でも、うん、かたやなんていうのかな、片やイラストだったり片や写真だったり、うん、片やなんとかだったり、いろんな方向にクリエイティブってあって、うん、じゃあ写真の人がイラストはなんていうのかな、情報を伝えきれてないからダメだとか、そういう話じゃないじゃない、うんうんうん、要は違うっていうだけ、うんうん、だから、クリエイティブって、うん、誰かが判断して、うん、いい悪いっていうのが決まるんじゃなくて、うん、お客さんが決めるものであって、仲介する人間がいい悪いって決めるものじゃないっていうのが設立した時からあるし、うん、今もある。うーん、うん、なるほど、うん、初めはちょっとスライドからいきます、うんうん、いやまあ、初めはね、うん、実際にどういうところから手をつけられるんですか。ビジネスとしてね、うん、ビジネスとしてね、うんうんうん、今でも覚えてるんですけど、うんうん、すごいそれ全然今日用意してないあれなんですけど、はい、今日はね、うん、最近のね、じゃあ最新系ですよね、最新のばっかりだからね、はい、、うん、一番最初に仕事にしたのは、うん、1年目のお正月にデザイナークリエイターが作る年賀状っていうのを、うん、2001年に作ったんでしょ、はいはいはい、でそれはデザインを、うん、クリエイターとかデザイナーが作ったらこんなに素敵なものができるんだよっていうのを20種類ぐらい作って、うんうんうん、オンデマンドで、発注できるっていう仕組みを最初ロフトワークが、それを提供しようとしたのね。年賀状でその、うん、マッチングプラットフォームみたいなのやってみる、うん、を提供したの、うんうん、でそのでも2001年だから まだみんなピーヒョロヒョロヒョロっていうぐらいなの回線がね、回線が今のように光じゃないのよ、うんうん、だから今多分若い人ピーヒョロロで分かんなかったと思う。分かんないよねだけど分かる人は分かるよね、うんうん、でピーヒョロヒョロっていうところで誰が年賀状のデザインなんか頼むんだよって言って、うん、ほとんど売れなかったんだけど、だけど、はい、その、オンデマンドの、うん、印刷を頼んだ会社が面白い会社だねと、うん、何やってるのあなたたちって言われたから、うん、いや私たちはクリエイターを集めて流通させたいんですって、うん、もっとクリエイティブにしたいんですって言ったら、うん、あ僕ら、うん、筆王っていう会社
社の、うん、そのコンテンツを作ってるから、うん、じゃあ筆用の仕事を紹介するよって言って、はいはいはい、一番最初の仕事は、うん、筆用の、うん、いろんなおめでとうとかっていうイラストとかあれをいかにクリエイティブにするかっていう画像をいっぱい作って80万円だったかな、はいはいはい、なんかそういうのをクリエイターからいっぱい集めて納品したっていうのがあれですね、うん、筆を覚えてますよ。で今でも実はやってるんですけどね、うん、なんか昔は CD とかついててね、うん、そのダウンロードしながらやるんですよね。そう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 、そう、うん、まあというようなこともあったんですけど、うん、そういう中で今日2つの事例しか持ってきてないんですよ、うん、で1つはあの100番地っていうロフトワークとパナソニックとカフェカンパニー3社でやっているプロジェクトで、うん、なんですね。でこれは、どんなプロジェクトかっていうと、うん、パナソニック100周年去年だったんですけど、うん、その100周年に合わせて、うん、35歳以下の人たちの100個の夢を集めようっていうプロジェクトだったんです。で、その子、僕はもう対象外ですね、残念。私も対象外なのでも大丈夫、はい、メンターとして活躍できるから。いいですか。はい、じゃあ混ぜてもらおう。そう でも要は35歳以下の子に絞ったのは、うん、35歳以下にとっての今、うん、これが不便だとかこれが、この挑戦をしなきゃいけないっていう今の、うん、やりたい夢っていうのは、うん、多分未来の10年後とか20年後の現在なの。つまり35歳の以下の子たちが、要は20代の子たちが絶対にこれやりたいと思っていることは、うん、おそらく10年、うん、20年経ってメジャーになるわけ、うん、だからある意味で未来のプロジェクトなの。 ありますね、うんうんうん、でそれを、うん、もっと20代30代と私たち40代とか50代が一緒になって、うんなることで、うん、その、本当は、うんうん、なんだろうな、うん、こうくだらない夢だそんなの無理だよって言われてたものが、うん、そうじゃなくてもっと早く、うんうん現実になっていくっていうようなそういう手助けをしたくて始めたプロジェクトなんです。素敵ですね、うん、今2年半経つんですけど、うん、150ぐらいのもうプロジェクトを採択していて、うん、でしかも100番、100周年終わったので、うんうん、プロジェクト終わるかなと思ったら、うん、すごい成果が出てるから、うん、でしかも採用にも貢献してるので、はい、これは継続するっていうことで、なんと津賀社長が自ら2回ぐらい来てくれて、うんうん、ここは雀荘みたいなものだなとって言ってくれたような場所になってるんですね。で例えがすごいけど、うんねうん、で、でじゃあそこの中で若い子たちがどんな夢を見ているのか3つ持ってきました、うんうん、例えば、うん、この青木大和くんっていう子が夢見ているのは、不動産っていうのを私たち40代50代は買うと思うんですけど、今の若い子たちは不動産はいらないと。そうじゃなくて、うん、可動産、要はもう動くところで構わない、うん、で、もう働き方も大企業に勤めて40年働くっていう働き方は、機能してないと。そうじゃなくて、うん、プロジェクトごとに、うん旅するように、例えば東京で6ヶ月働く、うん、その後、石巻で例えばプロジェクトで2ヶ月働く、うん、その後、九州に行って、うん九州の例えばこう災害対策とかを、半年働くとか、うん、そういうふうに、うんこうプロジェクトごとに行きたい場所も行かなきゃいけない場所も変わってくるから、うん、そこにどんどんバスで、旅をして、うん、でっていうようなそういうことを提案した男の子がいるのね。で、うん、バスなんだけどキャンピングカーのようなんだけど、うん、全然トイレとかそういうものはついてなくて、うん住むっていうことに特化されているキャンピングカーなんだけどキャンピングカーではない、うん、っていう
って、うん、今はあのパナソニックも出資して会社になってます。すごい、うん、っていうのは、うんうん、フジロックとか、うん、朝霧ジャムとか、うん、そういうふうにあのなんて言うんだろう、そういうイベントにも対応できるし、うん、災害が起こった時にも、うん、災害のキャンプ場にもなるっていうことで、うん、実は、普段のこう自分が不動産稼働産に住みたいっていうことだけじゃなくて、うん、そういうなんていうのかな、こう不特定なんか、うん、要は災害みたいな、うんうんうん、こう特定できないようなニーズにも対応できるっていうことで、うん、実はどんどんニーズが広がっているっていうのがこの一つね。これなんか登録制みたいな感じですか、副業みたいな感じで。もう本業にしてる。あ、そう。そう。でも本当にビジネスとしてどんどん今うまくいってるの。すごい、うんうんうん、あ、ちなみに、うん、今から紹介するあと2つあるんだけど、うん、全部本業なの。プロジェクトあの、副業では全然ない。ちなみに150のうちのいくつがその、うん、ちゃんとビジネスとして採択されてるんですか今。50は最低、事業になんだかんだなってると思うな。多いですね、うん、普通そういうのってなんか10個に1個ぐらいなんですけどね、うん、へあのね、やってる間に会社作りましたっていう子が多い、うん、すごいな。最近の若い子はもう前向きなんですね、うん、とりあえずやってみるみたいなところがあるんですね。とりあえずやってみるで、とりあえずプロジェクトにも何にもなってないけど応募してみて、うんうん、でやっていく過程の中で、うん、僕これで会社作りますみたいな人が一番多いね。とか、うん、これ何料理に見えますかっていう。何や、食べてみたいよね、うんうん、美味しそうだから、うんうんうん、うんって言ってくれてるんだけど、実はこれ昆虫食なんですよ。これって生春巻きじゃない。そう、生春巻きに。でもよく見るとアリンコがいるの、ね、とか、そう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 、とかこれはあのセミの身の部分がすり身になってたり。あと、これハードル高いな。だけどあとこれもあの普通のあのなんていうんだろう、たらこ、あ、数の子、はいはい、みたいなものなんだけど、コオロギのコオロギのねエキスが使った醤油、コオロギ醤油がかかってたり、なんかこれはあのカイコの糞。ふんとか。だけどそれ聞くとみんなうわってもううわって私なんかもう思うんだけど、うん、あの聞かなかったら本当美味しいの、どうしようっていうぐらい。そうなんだ。で、うん、昆虫食をやをプロジェクトとして提案している男の子たちも、うん、5、6組はいるかな。だから昆虫食って本当にこれからのブームなんだなと思って、うん、でちなみに、うん、あのその昆虫食やっているその、プロジェクトの一つがコオロギラーメンをやっている篠原くんっていうんだけど、彼は T シャツからして昆虫大好きです。そうなの。どこに言ってんねんこれは。いつもね虫の、うん、T シャツ着てて、うん、もう嬉しそうにこうやってねコオロギとかをね炒めて出汁を取ってなんとかってやってるんだけど、うん、タガメっていうすごい大きい昆虫いるよね、うん、はいはい、昔ね、うん、あの田んぼとかね川とかにいましたよ、僕撮ってましたよ。タガメが入って、ね、フェロモンを出すんだって。えそのフェロモンが、うん、私知らなかったんだけどすごい美味しいお酒だと思って、うん、美味しいねって、これ何って言ったらタガメですって言って、タガメって何って言ったらこれですって言ったらひゃーって驚いちゃったぐらい、うんうん、あの大きいものなんだけど、うん、この中に入ったら本当一匹このドタッとね、はい、入るものなんだけど、タガメもすっごい美味しいフェロモンが出るんだよね、っていうのを私は飲んでみてすごい美味しかったの。何味ですか。え、あのね、タガメ味、いや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 本当になんかお酒フェロ、なんていうんだろう、アルコールが入ってんの。うん、アルコール入ってるの。アルコールの中につけてるの、タガメを。だから、はいはいはい、うん、フェロモンで香り付けするみたいな感じ。そうそうそう。はあ、面白いな。いや、すごい美味しかったの、うんうんうん、っていうことだったり、うん、あと、もう一つ未来言語っていうプロジェクトがあって、うん、でこれは
4つそれぞれ違うプロジェクトマネージャーだったんですよ、百番地っていうのに選ばれた時は、うん、で例えば一番右の男の子は点字とあの普通の文字を合わせて、うん、要は点字って私たち普通の人は読めないでしょ、うん、で点字の人は逆に普通の文字見えないし、だけどこうやって合わせることで何て書いてあるか見える、うん、そうすると、うん、要は一文字剥げてたらさ、うん、分かるじゃない、うん、みたいな、うん、そういうすごいさりげないことなんだけど、当たり前のなんていうかね、読み合えるっていうことを助けている、ブレイルノイエっていうプロジェクトだったり、うん、あとこの菊永さんは耳が聞こえないの、はいはいはい、だけどだからサインランゲージで話をする子で、サインランゲージと普通の人の言葉が、うん、合わさって、うん、異言語脱出ゲームっていうのをやってる子だったのね。だから耳が聞こえる人と聞こえない人が一緒になって、うん、お互いコミュニケーションし合うことで、はい、脱出しなさいっていうことでコミュニケーションやる子、うん、あるいは、自閉症の子をプロデュースして、うん、壁いろんなところのアートワークを司る男の子たちだったり、あとは、海外に来た、うん、日本に来た海外の外国人に日本語をちゃんと教えて、日本が好きにいて来てもらってるんだから、うん、日本人もちゃんとやらなきゃねって言って、アジアを中心の、子供、外国人の子どもたちに日本語を教えるっていう、その4人が集まって未来言語を作ったの、はい、それはどういうのかっていうと、うん、こういうふうに聞こえないとか喋、うん、れない見えない、うん、どういう、災害があっても、うん、実は伝え合えるっていうことを、実験するワークショップ形式になってるの、うん、で、これが究極なんていうのかな、全部耳も聞こえないし喋れないし、なんていうのかな、見えないしっていう何もわからない中でも、うん、人と人って肌を通じて強かったり弱かったり優しかったり、そういうことを通じてコミュニケーションできるよねっていうことを最終的には伝わって、なんていうのかな、それは未来の言語である。つまり、障害があるないとか関係なく、うん、日本語喋れる、英語喋れる、ロシア語喋れる、サインランゲージ話せる、そういうの関係なく、うん、人間だったら誰でも持っている言語っていうものが未来言語なんじゃないかっていうふうに感じ取る、会社、そういうワークショップを提供していて、うん、実はこれ NHK でも取材されているし、うん、株式会社化したの。へえ。で、日本中で今ワークショップの依頼が殺到しているの。へえ、すごい。っていうような、うん、だから私が説明をしてこういうふうに写真を見ると確かにありなのかもなって思わない、みんな、うんうんうん、そうでもないかなだけど要はそういうふうに、うーん、写真だけだったらなんかそれってどうなのかなって思ってても、確実に未来の子たちはどんどん明日を作っていってるわけ、うん、でその明日は、うん、私たち40代50代にしてみると、うん、もっと早く知りたかったって思うことも多いし、うんうん、あ、そういうことやりたいんだったら彼とつながるといいよって言って、もっとこう違うパスを作ってあげることもできる、なんかそういう形で、うん、どんどんこう今未来づくりが百番地で進んでいて、うん、なので一つ今日この百番地っていうことから言えるのは、うん、やっぱり若い人は未来なんだよね、うん、なんでかっていうと、年取った人、私年取ってるんだけど、年取った人には未来は作れない、うん、で、だけど、うん、若い人たちに未来は宿っている。で、年取った人たちにじゃあ役割がないかっていうと全然そんなことはなくて、うん、その未来を一緒になって実現していくための方法はいくらでも私たちの方が、要は年を取って、なんていうの、年を取ってるって言ったらちょっと私語弊があるけど、40代50代60代いくらでもネットワークもあるし、その道が通る方法も知っているし、だけど20代は
何が不満かっていうことは分かってるけど、それを実現する術は持ってない。だから一緒になる必要がある。うん、だけどそれはなんていうのかな、なんかね、だから20代30代の声をもっと本気で聞く必要が、40、50代にはあるし、逆に20代は何が本当に実現したいのかっていう、なんていうのかな、ことを本気でこう考えていく必要があるのかなっていうふうには思います。なるほどね、っていうのが、そういうね、若い人の力、まあ若い人が思っている現在っていうのが、まあまあ今 40、50代の未来やみたいな話がありましたけども、そういうのを事業としてサポートしてみようと思ったきっかけみたいなんてあるんですか？それは、やっぱり最後のちょっとスライドにもつながるけど、私たちがロフトワーク作った時に、やっぱり、もっとクリエイティブが重要になるって20年前から思ったの。なるほどね、一番最初の自分の原体験ですよね。原体験、で、だけどそれを40代50代の有名な起業家にクリエイティブっていうものをもっと流通させたいんです、もっと重要なんですっていうことを言うんだけど、そんなクリエイターなんてロイヤリティもないし、なんか野良犬みたいだって言われたのね。本当に有名なベンチャー投資家が野良犬って言ったんだからね。いや、僕も全く同じ経験してて、まあ今、ブランディングデザインを専業にやって15年経って、今ようやくブランディングデザインって当たり前になってきてるじゃないですか。ちょっと忘れもしない、ちょっと愚痴も入るんですけど、初めて立ち上げて1年目とかぐらいの時に、ブランディングデザインだって言って、中小企業とかでもブランド化できるぜみたいな話で、当時僕は28の時ですよ、会社立ち上げて言った時に、忘れもしないのが某広告代理店の、部長さんがですね、お前はブランドを分かってないと、ブランドっていうのは金がないとでけへんにゃってすっげー言われて、お前ら中小企業みたいな相手にしてブランド化なんかできるわけないやろって単価を切られたんですよ。なるほどね。で、28の西澤青年はね、その時何くそーって思いましたね。なんで今聞いてて、あ、それのことかって思いました、僕は。で、今もおっしゃられたように、いや、そうなの。だから、やっぱりその時部長だからさ、その人多分40代とか50代なわけじゃない、で、その人たちにとってみてのブランドって、やっぱお金を使って、どういうふうに露出を出すかっていうことだからさ、その人にしてみると当たり前なのよ。で、いいアドバイスをしてるつもりなの。だけど西澤少年は何クソって思うわけじゃない、これがいろんなところで起こってるのが現在だと思っていて、そのメッセージそれぞれね、50代のメッセージと20代のメッセージ種類は違っても、それがすごい起こってるわけ、で、その時に私が言いたいのは、50、60代、40代から上でもいいんだけど、その人は、自分の概念が正しいって思わない方がいいよっていうことなの。なるほど。そうじゃなくて、この20代の概念が大きくなったらどうなるんだろう、もっとこれがメジャーになったらどうなるんだろうって思った方がいいと思う。で、もちろんそれは起こらないこともあるかもしれない、でも形は変われども、ニーズはあるの、そこに。だから、ハウの部分、なんていうのかな、実装される方法はその人たちの言うことではないかもしれないけど、ニーズ自体は必ず、なんていうのかな、長い時間かけて変えてくるんだよね、世の中を。わかります。最近なんか僕このクリエイティブナイトっていう立て付け作ってるのは、いろんな僕らのジャンル以外のクリエイターの方に登壇いただくことが多くて、で、それは自分の当たり前をやっぱり疑っていまして、いろんな業界によって当たり前が違うなって感じることがあるんですけども、最近若い子にちょいちょい声かけていただいて、
あの年末ですね、12月の20日だったっけな、ちょっと面白いイベントに登壇するんですけども、建築、僕もともと建築出身なんですね、うんうん、で建築出身でブランディングデザインやってるんですけども、うん、最近の若い建築の子らで変な子らが、変って言ったらあれか、うんうん、もうおっさんの証拠なんですけど今度一緒に登壇するのが、建築家 YouTuber っていう26歳ぐらいの子、で、うん、まだ建物作ったことないんですよね、うん、でも自ら建築家と名乗って YouTube やってるって、ちょっともう僕から、うん、おっさんからしたら意味がわからない状況が起こっていて、うんうん、でそのイベント仕切ってるのが建築家ラップをやってる人、うん、へーもう面白いね、意味わかんないですよ、うんうん、でもわかんないと思ってて、うん、僕わかんなさすぎてやりますって言ったんですけど、あもしかしたら、うん、今の20代の子らの思っている建築家とか建築っていう技術は、うん、僕らが当たり前に建物を設計するっていう思っていることと、うんうんうん、全然違う価値観で見てるのかもなと思って、うんうん、まあ面白そうやし、うんまあ、ちょっとそのYouTuber のこと僕対談するみたいなんですけど、うん、面白いね、面白い、もう何考えてるか意味が分かる、もう今ドキドキしてますもん、ね、でもすごいそれ前向きだね、いやでもめっちゃ楽しいと思って、うん、あでも今の話はもう、いやだからそういう話、そう、うん、そういう話、うん、でだから私も昆虫食とか、うんまあ、あとアクアポニックスとかね、魚を育てるのと農業がつながる一つの仕組みを提案しているのがアクアポニックスっていうんだけど、まあそういうのとかも含めて最初全然知らなかったの私も、だけど知ると確かにあるかもねっていうものがいっぱいあって、だからうんやっぱり若い人の声は生かしていかなきゃいけないなっていうのが一つね、でもう一つ、はい、飛騨の森で熊は踊る、うん、あの通称飛騨熊、あそこに今出してるんです、はい、今僕行ってきましたよ、はい、ちなみに見てくれた方ってどれぐらいいる、あ3分の1ぐらい、ありがとうございます、終わったら絶賛行きましょうね、はい、うん、それは日本の約国土の7割が森だし、飛騨、うん、でいうと 94% が森なんですけど、うん、でそのうち飛騨のうち、7割が広葉樹なんですよ、うん、針葉樹じゃなくて、うん、なんだけど、うん、広葉樹は、林業として見なされてい いないし、うん、小径木、あの細い木、うん、要は木材の価値もつかないし、まあ、実際に一粒米って言って、うん、あの売る単位で今飾ってあるんですけど、うん、もう丸太で一粒米、うん、いくらだと思う、いくらだと思います、一粒米だいたいこれぐらいの丸太だいたいでいい、いくらぐらいでしょう、いくらぐらい、はい、一番手前の方です、はい、私です、だいたい予想つかない、適当に適当に、うん、はい、いくらでもいいからね、50万ね、まあでも、まあ、これぐらいのね、これぐらい、まあ、木材の塊ですもんね、普通無垢の板とかになるとそんぐらいはしますよね、いくらぐらいだと思います、うん、だいたいだいたい、うん、高い、うん、5万とかね、5万とか、まあまあ、うんうんうん、そういうふうに、うん、本当にさ一粒米って、うん、私もどれぐらいなのかも大きさも想像がつかないわけ、うん、だけどまあこれぐらいなんだけどね、うん、丸太、うん、なんと8000円、安いの、うん、買って帰って8000円で持って帰れないけど、うんうん、大変持って帰るの本当、いや8000円なのよ、うん、だから一、うん、つの丸太これぐらいで、うん、500円ぐらい、っていう、うん、そういう金額でやり取りされているのが、うん、日本の林業なんですよ。だからこれちなみに飛騨熊、私の森の写真です、はい、綺麗じゃない、うんうんうん、ね、でもこういう森がね、うん、まあないわけですよ。でこれね最新で結構いいニュースで7年連続であの
自給率は上がってはいる、うん、だからひだくまもこの辺でできたんだけど、うん、上がってってるんだよね。うん、うん、でもまあ 36.1、36%、うん、で輸入材をすごく多く使ってるんですよ、うん、でやっぱり輸入材他のしかも他の国の木材を使うっていうことは、うん他の国では、うん、例えば森林伐採とか、うん、そういうことにもつながりかねないわけ、うんうんうん、なぜかっていうと輸入で買うっていうことは、うん、要は国産よりも安いからだけなの、うん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 、だから、ま、結局値段の勝負だと、うん、どういうふうに伐採されてるのかっていうこと自体も、うんうん、申し訳ないけど、うん、興味がないわけよ。だからそれはどこの国でも一緒だよね、うんうんうん、だからまあ、そうじゃなくて、うん、せっかく今、バッキっていう 今これから、うん、こう一番切ったらいい時期がこれから始まるっていう中で、うんうん、もうちょっと日本の木をうまく使いませんかっていうことで作ったのが、うん、そのひだくまなんです、うん、で2015年だから4年前に作った会社です、うんうんうん、で飛騨古川、4時間半かかります。すごく遠いです。京都からも4時間半です、うん、でだからこそ広葉樹の森がすごく多く残っている土地なんですけど、まるで京都のようなこういう街並みです。なぜかっていうと出稼ぎに京都とか大阪とかの町屋を作っていたから、うん、もう本当に平安時代から飛騨の匠って言って、はいはい、飛騨の匠が京都に行って、うん、こういうなんていうのかな街並みを作ってたわけ、うん、で、はいはいはい、また帰る、うん、また行ってまた帰るっていうことをやってたので、うん、じゃあ自分の家作るっていう時に、うん、京都の町屋しか作ってないから、うんうん、それと似たような家になっちゃうっていうのが飛騨、ねまあ、なんですけど、うん、で、そこで、まあ、こういうふうに、うん製材所もあるので、うん、じゃあ日本でめったにない広葉樹っていうものに特化した、うん会社を作ろうということで作りました、はい、で、この古民家を買って、うん、まずカフェにしています、うん、でこういうふうにねお茶できるような場所ももちろん用意をしているんですが、いい雰囲気ですね、うん木工の古くからの伝統工具も置いてあるし、うん最新の CNC とか、うん3D プリンターのような新しい機材も置いてあって、うんうん木材の、まあ、伝統と革新っていうか、うん、そういったものが混ざり合いながら、うん新しいプロトタイプを作るっていうのを、飛騨くまの特徴にしています、うんうんうん、であともう一つ、ここの多くのこう出している業者さんは多分木工所だと思うんですけど、うん、飛騨の森で熊は踊るは、うん、なんていうのかな木工所じゃなくて森と人間の関係をもう一回デザインする会社なのかな、うんうん、なので森の資源を発見する人たち本当に幅広くいろんな人たちに来てもらってます、うん、1年間で、359人来てもらっていました、うん去年も、うん、でその中にはバーテンダーもいれば、うん、子供もいれば、うん、本当にビジネスマンもいればいろんな人が来てくれて、うん、その人なりに森の資源を、うん、見つけてくれてるの、うん、バーテンダーが来てくれた時は、うんアワベルリンっていう会社の人が来てくれたんですけど、うんまあ、そういうの話すと長くなるからなでもまあオリジナルの、うん二日酔いにならない、うん、ウォッカとかそういうのも作ってくれました、うん、とかあと海外からすごく建築の学校の、うんサマーキャンプとかあと11月も、まあ、そういうに、サマーじゃないけどキャンプをすごく多くやってくれていて、はいはいはい、で例えば組木で飛騨って有名なんですけど新しい組木構造を作るとか例えばっていうようなことにも挑戦をしてくれてたりして、うんうん本当にトロン、カナダ、アメリカの、うん大学、韓国、香港もう本当さまざまな大学から来てくれています、うん、来てないのは
日本の大学だけです、なぜか分かんないんだけど、こんな近いのに、そう、日本はダメなんだよね、本当にそういうの。でも、一番最初にやってくれたのはニューヨークでしたね。あ、そうっすか、ね、ヒダの学校は全然そう、まあはい次、はい、で、こういうふうにいろんな作業をやってたり、あと一般の人たちが来た時に森って面白いんだよっていうことを、誰か私たちがついていなくても分かるようにっていうことでこういうマップを作ったり、っていうことで、森歩きマップを作ったりしています、あと子どもたちにもちっちゃい頃から、森の楽しみ方っていうのを分かるようにっていうことで、なんかキッズワークショップみたいなことも定期的にやっている、だからまあ日だくまってもう職人もいるし、豊富に森の資源はある、そういう中で、建築家にとってみると新しい表現を生むことができるし、ユニークネスにもつながる、あるいは建築学校はフィールドワークやったり、あるいは企業にとってみると新しい商品の開発ができるよっていうような、そういう形で今、ビジネスを4年目ですけど、やっていて、で1年目は例えばこういうものを作りました、組木を組み合わせた、机で、これがどうなるかっていうと、こういうふうに足の部分になって、で、組み合わせてテーブルになる、そうで、こうすると、輸送代もすごく安く済む、とかね、っていうのが、まあ、第1弾だったり、第2弾は壁継ぎって言って、オスとメスっていうのかな、それのメスだけオスだけ、が最初からデフォルトで壁にあって、で自分のその会社のニーズに合わせて、例えばカップホルダーと、ウォーターサーバーを置いて、お水を飲めるようにしたり、あるいは、こういうものを2つつなげて、なんかそのうちの会社なんかは、なんていうんだろう、お菓子をつまめるようになっていたり、メガネを置いたりスカーフを置いたりっていうことで、大野さん、すごく有名な建築家なんですけど、大野さんに、こういう壁継ぎっていうものを、作ってもらって、これは今でも、クライアントに提案していたり、あとはこういうふうに変わったなんていうんだろう、椅子っていうものをニュースピックスさんの、作ったり、あと広葉樹って樹種が全然違うんですよ、表情が、だからその違いを分かってもらうっていうような、そういう、ベンチをいくらでもつなぎ合わせて、作れるようにしたり、あとは細い木なので、小径木って言って細い木だから、それをつなぎ合わせて世界一綺麗なキャットタワーっていうものを作ったり、ちなみにこれいくら買って言ったっけ、いくらですちなみに、いくらだと思う、ねえ、いくらだと思う、はい、あいや、そうなの、100万なの、100万円で、みんな、大当たりですよいや、みんな嘘っていう顔をしてるんですけど、海外で売れるんですよ。あだから、要はユニークなものを作ると、世界に行くんだなって改めて、自分たちでこう実感していたり、あとは最近だと鈴代さんって言って、静岡に、大企業で、物流をやってる会社なんですけど、そこのこの木の部分は全部日だくまが納品しました、とかっていうね、そういうのもやってたりします、っていうことで、あ、そろそろね、いい時間、で、こういうふうにやってきて、で、言いたいことが2つ、はい、2枚、はい、行きましょう、行きましょう、まず1つ、これね、写真撮らないでほしいんだけど、撮ってもいいんだけど全然開示しちゃっていいですかいや全然、ロフトワークの
会社の売上推移なの。すごいね。で絶賛取っちゃってるよ。それでいいって、うん、これ僕も取っちゃう、ね、見てないよね。社員の子がいて社員も見てないんだけど、これもうすぐ株主総会なので発表しようと思うんだけど、見ると要はさ、まあなんか伸びてるじゃない、うん、でこれ最初2005年だから14年経ってるの、うん、でまあ伸びてるのよ。で結論って何かっていうと、私たち、まあ、もちろん去年よりももっと売り上げ作ろうねっていうのは、うん、もちろん気持ちとしてはある、うん、だけど、それよりはもっといいサービス提供しようね、うん、もっとクオリティ高いもの提供しようね、うん、これ、これロフトワークだけど実はひだくまも同じ形で、今年4年目でもうすぐ12月で決算閉まるんですけど、うん、ひだくまもなんと広葉樹で、しかも補助金とか一切もらわないで、でも黒字なの。すごい。とかっていう、今何人ぐらいの会社でしたっけ。今ね10人ぐらい。すごい、うん、ね、あやちゃん。そうだよね、うん、っていうように、うん、なんかやっぱりいいことは、うん、お金にならないかっていうとそんなことなくて、うんうん、いいことはちゃんとお金に後でなっていくと思う、うんうん、っていうのがまず一つ、うん、あともう一つは、うん、これで2000年にロフトワークを作りたいって、うん、まあ、私が会社作りたいって言った時に、うんうんうん、本当に多くの起業家、ベンチャーキャピタリスト、ね、例えばね郵政の社長とかね、あ、まあ、あんま言わない方がいいかとか、まあ、そういう風にさ人たちはほん、ま、もう本当クリエイティブなんてお金にならないからやめなさいと、うん、でしかも、うん、スケールしないベンチャーなんてやっても無駄だし、うん、だから大企業に戻りなさい、僕がサインしてあげるか、僕の方にサインしてあげるからって言って、うん、本を渡されて、うん、泣きながら帰ったのを私覚えてます。だけど、うん、それが19年、まあ、ほぼ20年経って、うん、今振り返ってみると、うん、クリエイティブって、クリエイティブ産業って今世界中で競争力の源になってるんですよ、うん、だからクリエイティブ産業をいかにうまくやるかっていうものが、うん、世界競争に、日本だけじゃないの、うんうん、もう世界の競争がクリエイティブに移ってるっていうことだったり、うんうん、あとスケールしないベンチャーをやっても無駄かっていうと、うん、いやいやそんなこと全然なくて、うん、ソーシャルベンチャーだったりその環境問題だったり、その規模に応じた、うん、なんていうのかな、ベンチャーのあり方っていうものがあって、うん、全然無駄じゃないし、うん、あと大企業に戻りなさいって、要はやっぱりその頃本当にベンチャーって、うん、特殊な、うん、ハーバードビジネススクールを出た人しかやってなかったっていうのが、うん、20年経ってやっぱりどんどん企業も増えているし、うん、あるいはプロジェクトベースで発注される人っていうのも増えている、うんうん、だから大企業に戻りなさいなんていうアドバイスは今やあんまりなんかメイクセンスしない、うん、だから、うん、理にかなってない、うんうんうん、なっていう、むしろこっちがもうスタンダードになっちゃう、こっちがスタンダードになっている、うんうん、でっていうように、うん、なんか自分が20年前に思ってたことって、うん、やっぱり今振り返ってみると、なんていうのかな、ハウの部分、どうやってっていう部分はいっぱい間違うこともあったけど、うん、クリエイティブをもっときちんと、お金に変えて、うん、そして、それがとても重要であるっていうこと自体は、うん、間違ってなかったなっていうふうにすごく思ってるのね。すごい素晴らしい。だから、うん、きっとこの中にもいっぱいこれから会社作ろうと思ってたり、うん、あるいは今会社に勤めてるけど、うん、こんなことやりたいって思っている人がいるんだったら、うん、なんか本当に自分がやりたいんだったら、うん、やればいいんじゃないかなと思って、うん、本当に、うんうん、でこのスライドで終わりなんですけど、あ、なんか言いたいことが全部言えた。すごい、うん、いい話聞いたよ、うん、いやでも本当に最初に、
ロフトワーク、うん、思いを持って起業されたっていうことがやっぱ20年かけてこうやって形になって、で今の林さんのフェーズっていうのはやっぱこれをさらに若い子たちにつなげていくっていうのが、さっきの100番地の話とか、まあ、あとやっぱ実際に、いやこの前ね、まあ、実は事前にロフトワークさんに遊びに行ってて、あのお話聞いてた時に、なんか新しいことをやっぱ次々やられるわけですよね。で、まあ、本業の、まあ、ロフトワークのドメインを強くするでいいんじゃないかっていう、まあ、当たり前の経営判断ってあると思うんですけども、いやそれに変わり見ず、例えばのこの森の話とか、そっちの新しい会社に今林さんってどれぐらいコミットしてるんですか？うん、5分の1ぐらい、5分の1から4分の1ぐらいかな。いやそれ先すぎですよね普通に。ロフトワークの経営のリソースに対して今伸び盛りのロフトワーク置いといて、飛騨熊の方に5分の1、うん、4分の1の経営資源割いちゃうっていうのは、もうまさしく一番最初に、あのロフトワークを起業された時の思いとか、100番地やっているみたいなのを、まあ、もう一回やってみようみたいなモチベーションを感じるんですけども、あの先ほどね、もう私は40代だからみたいな話ね、あのもう分かんないみたいな話を聞きましたけど、僕とんでもないなと思ったのが、いやもう一回20代やり直してる感じがあるんですよ。そのモチベーションっていうか、そういう仕事の仕方ってどういうところになんか思いとか原動力あるのか、ちょっとお聞かせいただいてもいいですか？飛騨熊は、やっぱ特別な思いを持っていて、最初、まず飛騨に、何の縁のゆかりもないんですよ。で、それで飛騨の人が来てくださいって言われた時に、遠いから嫌だったの。5時間もかかるから。でそれは、なぜかっていうと、やっぱりもし会社作ったら、頻繁に行かなきゃいけなくて、でも私は忙しかったから、本当行く時間が作れないので、飛騨に会社は作れませんと、って言ってた。だけど飛騨の人が騙されたと思って、一回でいいから来てくださいって言うので、じゃあ仕事にはなんないけど、家族にとってあのなんか気持ちいいかなと思って、じゃあ家族連れて遊びに行くねって言って遊びに行ったの。そしたら騙されちゃった。騙されちゃった。一回で、すごいな。本当に一回行っただけで騙されちゃって、 でも騙されたっていうと、あの嘘があって、あのね、東京では感じることが、違うな、東京では学ぶことができない、価値を飛騨で 学ばせてもらったっていう感じ。それはその価値観ってどんな感じの価値観なんですか？多分、多くの人が、田舎に行くと、なんか気持ちよかったり、あのいいなって思ってるはずなのよ。そうじゃなかったら行かないから。でもそれは、ビジネスとは別っていうふうに思ってると思うんだけど、あのね、別じゃなくて、それは東京はすごく時間を短く、あの効率よく、なんていうのかな、こうどんどん時間とともにこうやっていく感じね。でこのトークももうあと数分で終わるんだよね。でそれに対して田舎って、あんまり時間が関係ないので、何の時に一番感じたかっていうと、ご飯を食べに行った時に、飛騨の人が、山菜を出してくれて、すごい美味しいから、もう山菜って取れるんですかって、私2月に行って、真冬の雪が積もってるんだけど、もう取れるんですかって聞いたら、あんた何バカなこと言ってんのと、飛騨は寒いから取れるの5月とか6月よと、これは1年前に取っておいて、大切な人に食べさせるためにずっと年間置いてあるのよって
ていうふうに言ってくれて、冷蔵庫が本当に、あの冷蔵庫だけのそうこうものを持っているわけよ向こうって。でそれ普通なのね。であのね、でだからここですごい雪が降って例えば閉ざされても誰も来れなくなっても1週間は全然暮らしていけるっていうふうに言った時に、片やさ、東京で今年さ、台風がすごい来てさ、半日、なんかこう台風がすごいかもって言った時にさ、コンビニからは何もなくなり、パンもなくなり、あとガムテープもなくなり、なんかすごい右往左往したじゃない。なんかね、もちろん東京のこう時間を買うっていう概念もすごく有効なんだけど、一方で人として、ずっと持ってる、なんて言うんだろうな、人を思いやる気持ちとか、なんかそれって世界共通だと思うの。それが飛騨の方がずっとあると思って、だからやっぱそこに学ばせてもらうっていう気持ちがすごくあるんだよね。わかる、だから、4分の1時間を使ってるっていうよりは、学ばせてもらう時間を4分の1作って学ばせてもらってるっていうのが正しいと思う。すごい、やっぱそれを今のこの、年代というか会社一通り20年やってきた中でもう一回やってるのが僕素晴らしいと思ってて、ちなみに僕同じような経験を今ちょっとしつつあるんで、あのエピソード的にお話すると、あの今僕は千葉のいすみによく行ってるんですね。いすみ市って分かります？九十九里の下の方で、もう空き家ばっかなんですよ。でその空き家をどうにか活用しようみたいな話で、先に地域に入り込んでる人らがいて、僕ら一緒にくっついて面白そうなんで言ってるんですけども、僕はねまだそんな偉そうなこと言えなくて、月1回ぐらい、月1日ぐらい行くぐらいなんですけども、なんか気持ちいいし、同じように、なんか向こう行っても例えばあのデザインのレクチャーとか、あのブランディングのレクチャーとかやってたりするんですけども、あの絵方とか感じ方が違うんですよね。例えばレクチャーする場所、こういう場所もいいんですけども、僕がやってる場所ってハイデラなんですよ。ハイデラ、ハイデラ、お寺もう潰れちゃった天徳院という元寺の場所借りて、もう本当に冷暖房当然ないんで、全部窓開け放して、虫の声とか聞きながら一日ひたすらレクチャーやってるっていうことで、やってること一緒だけども、あの感じ方とかなんていうんですか、得るものが全然ちゃう感じがして、そうなんだよね、よく言えないですよ。だけどさ、そういうのって言語化できないけど、絶対絶対にあるし、 それを伝えるのがデザインの力だから、あのなのでデザインをやる人は、すごくこう先に言語化できないから、ものすごく難しいんだけど、言語化あのいや本当難しい仕事だと思うんだよねでも、私たちはそれを具体化し、見せた時に、マーケティングの人とかがおーって驚く力を持っている、だから、デザイナーはやっぱりそこを楽しみに頑張っていくっていうことしかできないんだよね。いやもうこの話もっともっと聞いてたい、でもねちょっとね時間がごめんなさい、迫ってきたんで、少し最後に僕の方から質問させてもらって終わっていきたいなと思うんですけども、いつもねこのクリエイティブナイト恒例の質問の仕方があって、ごめんなさい、さっき楽屋で説明するの忘れた、アドリブでできると思うんですよ、林さんだと。あのいつもは登壇いただいた、クリエイターの方、例えばグラフィックデザイナーの方とかだったら、そのあなたにとってのグラフィックデザインって何ぞやみたいな感じで、一言で締めてもらう、ちょっといい感じで、締めていくっていうのがあるんですけれども、今回はその経営者の会っていうことで、登壇いただいているんですけども、林さんはそういう意味で言うと、経営者なんだけども半分クリエイターな匂いもするし、なんか質問が難しいんですけどね。
まあ、じゃあちょっとバクッとした質問で申し訳ないんですけども、林さんの、今後やっていきたい働き方とは？大企業に勤めているときは、個人がもっと力を持つべきだっていうことで、顔を反発して個人になったんだけど、一人一人の個人を見ると、すごくやっぱり力不足なの。コワーキングスペースとかを見てもコワーキングって言うけど、結局一人ずつがバーって並んでるだけで、何のコラボレーションも起きてないじゃない、でこれからの働き方はプロジェクトベースになると思う。つまり会社っていうことに属することはそんなにない、大企業じゃなくても構わない、だけどこのミッション、このことに興味を持ってたら、そのプロジェクトに属するっていうプロジェクトが中心になっていくんじゃないかなって。それは、これから50年ぐらいはそうじゃないかなっていうふうに思う。なるほど。それはやっぱロフトワークをやった経験も振り返ってそんな感じですか？思う。なので、ここにいる人は、プロジェクトマネジメントを、基礎教養として、学んだ方がいいんじゃないかなと思う。いや本当嘘って思っているかもしれないんだけど、でもプロジェクトマネジメントって、生きてて勉強しといてよかったって思うこといっぱいあるんですよ。だからなるほど、それはね、なんかね、国語算数理科社会プロジェクトマネジメントみたいなっていうのを小学校から教えたらいいんじゃないかなって思う。すごい。じゃあ最後にね、もう最後の最後に、林さんにとってのプロジェクトマネジメントとは何ぞやで締めてもらっていいですか？やっぱり夢を、っていうか人生は私夢だと思ってるの、でその夢を、なんかいい時もあれば悪い時もあって、すごいいろんなことがある夢なんだけど、その時になんていうゲームをやる時にさ、なんかスタミナレベルがあるじゃない、なんかそのスタミナレベルかな、プロジェクトマネジメントって。だからプロジェクトマネジメントをやるとスタミナレベルが増すっていう、そういう感じ。なんかこう30の人もいれば40の人もいれば50の人もいればみたいな、で私は60を今目指してるのよみたいな、なんかそういう感じ。すごい。プロジェクトマネジメントはスタミナなんだ。そう、すげえ。なんか生きるエナジーみたいな感じですね。そう、今夢を追うとかそういう風にいくんかなと思ったけども、いや最後はやっぱ人間力というか生命力みたいな。いやもうでもさ、林さん見てたら分かりました。もうだって生き生きしてるし、もう本当新しいことどんどんやりたいっていう、もう林さんそのものがプロジェクトマネジメントの、生き様体現されてるのかなと思いましたね。でも、じゃあ最後に一言言うと、私、今年の1月に脳の病気してるんですよ。いいですかそんなこと言って。いや本当に、だから、今までだったら、その右肩上がりですねって言ったら、いやまあそんなことないけど、まあねって思ってたかもしれない、だけど私本当に脳の病気して、あもう人生をこのままダメなのかなって思ったのが今年の最初、でも、それを読み解く過程がまたいろいろなんていうのかな、意味深くて、まあちょっとだから今も言葉がうまく出てこないっていうのは、私にすると、その脳の障害のせいっていうし、私のことをよく知ってる人はいや昔からそんなもんだよとは言うんだけど、だけど、要は右肩上がりでは全然ないんです、だから私自身は。でも、それでもなお人生は本当に面白いなと思うし、学ぶことがいっぱいあるなって、何歳になっても学べるっていうのはその通りだなと思う、ありがとうございました。もう本当素敵な話いっぱい満載で、今日は
あのレクチャーというか林さんからエネルギーをもらう回でした。これにて終了としたいと思います。